最大で10連休となった今年のゴールデンウィーク最終日となった今日、中部空港ではベトナムやシンガポールなど海外で過ごした人たちの帰国ラッシュで混雑しています。コロナもあってようやくちょっと行けたかな。プールも楽しいし景色も綺麗で、すごい楽しかったです。仕事です。切り替えが難しいですね中部空港によりますと、ゴールデンウィーク期間中に発着する国際線利用者の予約者数は去年の同じ時期と比べ 1.85 倍のおよそ10万1000人。国際線では今日1日でおよそ6600人が到着する見込みです。ゴールデンウィーク最終日を迎えた名古屋駅の新幹線ホームは朝から大きな荷物を持った家族連れらで混雑しています。ひいばあちゃん家に行ってました。東北山で釣りをして、鯉が釣れた。鳥取砂丘で砂のお山を登りました。庭でプール遊びしたり、かき氷を描いてみんなで食べたり、バーベキューしたりして泣いてたんで泣いちゃいそうです。新幹線のぞみはゴールデンウィーク期間の混雑を避けるため、先月26日から今日まで全車指定席で運転しています。 JR 東海によりますと、今日の上り方面の新幹線の予約は午前午後ともほぼ満席で、始発から午前10時頃までののぞみは東京行きの2本で予約率が 100% になりました。